日産オースチン A40 サマーセットは日産自動車が1953年から1954年まで生産販売した小型乗用車。イギリスの自動車メーカーブリティッシュモーターコーポレーションのオースチン部門が1952年から1954年まで生産した乗用車オースチン A40 サマーセットをライセンス契約でノックダウン生産した。 1952年12月24日、BMC と日産自動車は、オースチン A40 の組み立てと国産化に関する技術提携契約を締結、7年間の有効期限内に年間2000台の A40 サマーセットを組み立て、国産化する計画を結んだ。1952年の時点で、日本国内2000台以上のオースチン車が稼働しており、 知名度と信用のあるブランドだったこと、部品を日産車に流用することが認められたことなどが契約締結の背景であった。1953年3月には横浜市鶴見区に500坪の組み立て工場が完成。3月4日には木箱に入った最初の CKD キットが到着。イギリス人技術者の指導のもと5月上旬に組み立て、第1号車が完成した。 すぐに発表、発売され、当時の価格は112万円であった。当時の純国三車のトヨペット、プリンス、オータと比較すると乗用車としての完成度は、ズバ抜けており、価格も10万円程度の差であったので、特にオーナードライバー層には、ダルマオースチンとして、好評を持って迎えられた。1953年9月までにタイヤ、バッテリー、 平面ガラスなど209点のパーツが国産化されたが、1954年9月の A50 ケンブリッジへのモデルチェンジで国産化進行は一時、頓挫することとなった。日産は A40 の継続生産ではなく、新しい A50 ケンブリッジの早期導入を決断し、早くも1954年12月には A50 ケンブリッジの組み立てを開始。 1955年1月に発売した。オースチンの完全国産化という目標は A50 になって3年半後の1958年10月に達成された。大半は戦争を生き延びた1930年代のオースチンセブンであった。現在も日産自動車が保存している。ただしタクシーとして当時の日本の悪路で国肢された場合にイスズ自動車が ノックダウン生産したライバルのヒルマンミンクス同様、脆弱な面を露呈することがあった。ありがとうございます。